2003年、アフリカ、中東、アジア、南米など世界規模のネットワークを構築、グローバルなサービスを開始。他者とは一線を画す視点、ユニークな写真スタイルをモットーとする。世界各地に400人以上の写真家を有し、事件、政治、スポーツ、ビジネス、金融、アート、文化、エンターテインメントなどの写真を提供している。撮影された写真は、 24時間体制で、ドイツ・フランクフルトの編集部から、各国の顧客及び、メンバー機関へと配信される。日本においては、時事通信社と提携、同社を通じて写真を配信している。1日に、約2000枚の写真を配信。EPA の写真配信サービスは、ニーズに従い、衛星、FTP、もしくはウェブ経由にて、顧客のもとへ届けられる。 EPA フォトアーカイブは1997年から現在までの写真約300万点を保有し、その大部分がネット上 EPA ウェブゲートからアクセス可能。1985年、当時主流であったアングローサクソン系のフォトサービスにとって代わるサービスを作る目的で西ヨーロッパ7カ国の主要通信社によって共同設立される。設立メンバーは 以下の通り。AFP 通信、ANP 通信、ANOP、ANSA 通信、ベルガ通信、d パ、p a ドイツ通信、EFE スペイン通信当初、国際的に展開する AFP 通信に加え、それぞれの国で国内サービスを展開するメンバー間で写真を共有することが目的であったが、東ヨーロッパの市場開放に伴い、 独立機関としての色を強める。東欧市場の解放と旧ユーゴスラビア紛争を機に EPA 専属の写真家の雇用をスタートする。スイスのキーストーン、オーストリアのアパ、フィンランドのラティー・クーバ、これら3社が新たに加盟することによって1995年までに10社が EPA のメンバーとなる。さらにスウェーデンのプレッサンズビルド、 ノルウェーのスカンフォとデンマークのノルディフォトが1999年に加盟。2001年にはポーランドのパップが加盟した。2003年初旬、AFP の社内再編成と EPA からの脱退の後、世界市場へと進出。同年、ラティクーバ、スカンピックスデンマーク及びノルウェー、プレスサンズビルドが、 資本提供を中止するも、スカンピックス、ノルウェースウェーデン、デンマークは、スカンピックススカンジナビアとして、協力体制を続けていくこととなる。その後、ギリシャ ANA が2004年資本提供者として、EPA に加盟。2005年には、ハンガリーの MTI が加盟した。今日、それぞれの国を代表する通信者である旧社が、 メンバー機関及び資本提供者として加盟している。主な競合他社は AP 通信、ロイター通信、及び AFP 通信、ゲッティイメージ図が挙げられる。ありがとうございます。